ウェイン・ニュートンは、アメリカ合衆国のポピュラー音楽の歌手兼俳優。バージニア州ロアノーク出身で、ポーハタン族やチェロキー族など、複数のインディアン部族を祖先に持つ。40年以上にもわたって、ラスベガスで3万回以上ものソロショーを行い、ラスベガスの帝王、または、ミスター・ラスベガスと称されるエンターテイナーで、エルビス・プレスリーや、フランク・シナトラをしのぐ。 観客動員力を誇った。ニュートンは、10代の頃兄と、ニュートンブラザーズというコンビを結成し活動していたが、歌手兼音楽プロデューサーのボビー・ダーリンに見出され、ソロ歌手として飛躍した。ダンケ・シェーニや、ブルーレディに赤いバラなどが、ヒット190センチ近い長身でありながら、そばかす顔の童顔で少女のようなユニークな歌声の、持ち主というギャップが人気を呼んだ。 編成期を迎えてからは、口ひげを蓄え、どちらかというと、セクシーで男性的な大人のエンターテイナーに路線転向した。1992年12月12日付のキャッシュボックスのトップ100で当時代ヒットしていたホイットニー・ヒューストンの Always Love You を抑えて、ニュートンのザレターが1位を獲得した。その一方でザレターは、ビルボードホット100や、 ラジオレコーズでは1位は愚かチャートインさえしなかった。ニュートンは俳優として007消されたライセンスやベガスバケーションに重要な役柄で出演したばかりではなく、プロデューサー、実業家としても成功を収めた。また、出版した辞典は全米でベストセラーになった。13種類もの楽器を演奏するマルチプレイヤーでもある。ありがとうございます。